次回の愛車遍歴は、元トヨタ自動車の開発エンジニア多田哲也さんが登場。2012年に86、2019年にスープラを開発した偉大なエンジニア。そんな多田さんのトヨタ入社のきっかけとなった一台が登場。懐かしの愛車に思わずうっとり。これですよ、これ。おー、これだ。いつ見てもいいですね。そしてドイツ赴任時代、車両走行テストでの驚きの経験とは。230、40、50ぐらいを一般道 で出すと、やっぱね、これはひょっとしたら死ぬかもしれないと思いますよ。さらに現在の愛車はまさかの軽トラ。その理由とは。これぞね、現代のツーシータースポーツなんだよ。それこそね、 FR ですから。9月9日土曜夜9時放送です。